521号522号軽福電機、鉄道的521系電気機関車は、越前鉄道が所有する電気機関車。2両が在籍する。敵521型は、前身の軽福電気鉄道時代までの形式で、越前鉄道での正式な形式名は、ML521 型となっている。現在は除雪用の車両として、 521.522を連結して運用している。1945年7月の空襲により、敵10.11が消失により、電気機関車が不足、さらに1948年6月28日の福井地震の復旧資材やダム建設資材の運搬による貨物量増加に対応するために、1949年に購入された電気機関車である。 日立製作所製の25トントツ系の機関車であり、終電装置はトロリーポールであったが後にパンタグラフ化される。主に貨物輸送に従事していたが、貨物輸送の減少により運用は減少し、1980年代にはスノープラウが取り付けられ、除雪用となる。2003年2月1日、京福電機鉄道福井地区の鉄道事業が廃止され、越前鉄道へ譲渡されると、 越前鉄道に転籍。ATS 取り付け、運転台周りの機器の追加、521.52両、永久連結する改造を受ける。車両の向きは、勝山、三国港側が521、福井側が522である。越前鉄道 ML521 系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。